どうも、ルジクニでございます。前回カジノ村を作っていたというところでございましたが、その後ですね、カジノ村はカレー村に生まれ変わりました。はい、そして左上見ていただくとわかるんですけれども、117年経過しております。長生きだな、冒険者、ほんまに。で、この117年経ってる間、一体何をしていたのかというところでございますけれども、ワールドマップでね、まだまだいろんなマップがあったんですよ。ですけど、やる内容が大体どこも同じだったので、もうがっつりね、やってきました。南国マップ、雪原マップ、魔法マップ、和風マップ、そしてここが、おそらく最終マップであろう魔界マップ。ここまで進めてまいりました。ということで、もう今回はね、一気に、もう最後の魔界マップやっていこうかなと思っております。さーて、魔界には一体何が待ち受けているのか。最果て暗黒村。まあ、とりあえず名前は一旦これでいいですかね。最果て暗黒村。さーて、あ、結構、ちょっと待って、マップ広いな。ははーん、広そうだね。とりあえず、なんか適当なものを売ってお金にしましょうか。とりあえず、お金は手に入れたんで、宿屋建てて、まあ、あとは、そうですね。ランクアップするのに建物の数が結構必要なので、まあ、そこをね、考慮せんといかんわけ。いかんわけ。ということで、まあ、とりあえずね、最初のうちは適当にやる感じでもいいんじゃないかなと思っております。はい、適当に道を引いてね。さーて、まあ、大体、とりあえず適当にね、まばらに立てておきましょう。一気に街のランクアップできるように、イベント開催後か、かぼちゃ置き場っていうのが必要ね。オッケー。で、かぼちゃ置き場はおそらく、もう人気、もう、最初こうなるんだよな。建物いっぱい建てると一気に人気が上がっていく。そういえば、このマジックポットの武器を強化あるじゃないですか。これがですね、今、ゴールドレイピア98まで上げました。この98から99で最大なんじゃないかなと思って98で止めておいたんですけれども、やってみましょうか。100まで行くのかな、これ。99になりました。攻撃力2477。もうとんでもないことになっておりますが、まだあるのこれ。100以上、え ?98 から99、あれ今、100にならなかったね。あれ99で終わりかな多分。今ならなかったよな。今、なんか、足りないからって。じゃ、もうちょっと貯めますか。もう一回貯めて、もう一回やってみる。なんか、無駄なことになってる気がするな。レベル99までゴールド、上がったゴールドレイピアをプレゼントしようとすると、とんでもないお金がプレゼントするのにかかります。もう気軽にあげられへんのよ。そうなってくると。もうしょうがないから一旦防具とかでね、他のもので、武器はお金が貯まったらね、後半になればお金とかダダ余りになるんですけれども、まあ、とりあえずは防具のプレゼントで我慢してもらおうか、新しく来た。面々に関しては。よーし、街の拡張位置ができるようになったぞ。したら、この空いた隙間にまたいろいろと、結構広くなったな。割かし広くなったね。で、この空いたスペースにまたいろいろ建物をね、建てていきたいなと思います。いやー、お金がなくなってしまった。ちょっとお金貯まるまで待ちかな。全部、一旦ね、とりあえず街の人気を高めるために、何でもいいからとにかく建物をね、埋めるのが正解ではあるんですよね。よーし。街の人気が上がれば、それだけね、新しい冒険者が街に入ってきて、経済が活発になりますんでね。そう、ほらほら、こういう感じで、ピエール北千住とかって、前の町でね、仲間になってたね。ピエール北千住、勇者。前の町から来るキャラクターは、あ、こういうキャラとかね。前の町から来るキャラクターは、もう育成が済んでますので、相当強いはずですよ。
最初のボス出現だな。メカキング太郎吉。ウィーンガチョン。やれやれ、私の番が回ってくるとはみんなちょっと手抜きすぎじゃないの。私の最先端 AI であなたたちの攻撃は全てお見通しだ。なるほど。どれぐらい強いかだよな、これがな。まあなんとかなるんじゃないかなと思いますけれども、ゴーゴー、余裕でクリアできそうです。結構ね、でもボスはね、まあ序盤のボスはともかくとして、後半のボスはね、かなり強くなってきてるんですよね。さーて、ボス戦が始まるぞ。どんぐらいやるのかだな。あー、楽勝そうでございますね。まあ、とはいえさすがにワンパンではなくなってる、来てる感じだな。ここのラスボスがどれぐらいやるのかだな。新たに魔王城ってのが作れるようになってるぞ。おー、お城もね、今までいろいろ手に入れてるんですよね。和の城とか、お菓子の城とか、氷の城とか。せっかくだから建ててみますかっていうのと、あとポイント貯まったんで、もっかいこれ99のこいつ100になる？ステータスも変わってないね。98から99ってなってるもんね。うわー、お、ポイント吸い取られてるだけだこれー。畜生め。じゃあお城ちょっくら建ててみるかい。うおー、魔王城ドロドロしいなこれ。魔王城ドーン。したら他のお城もね、氷のお城ドーン。お城連打し、お菓子の城ドーン。お城ゾーンだなここで、普通のお城も建ててと。よし、いや建てられん。よし、これで全種類のお城が建ったんじゃないか多分。そうだね。いやちょっと待って、和の城建ててないか。和の城建てた？立ててないかも。とりあえず全部立たのを見るか。どんな感じなのか。オープン！オープン！ちなみに魔王城は何が上がるんだい？力と防御と魔力か。ははーん。和の城立ててなかったね。和の城も立てよう。和の城。ドン。いや、壮観ですな、これ。こりゃ壮観だぞ。で、あと、結構こうやってて気づいたことがあるんですけども、結構重要な要素の一つに、このワールドマップの周辺住人みたいなのがあって、で、これがね、仲間キャラクターだったり、街に来てくれる住人だったりするんですよね。で、こういうのを、達成、ゾンビとか、ドキドキなお散歩がしたいな。でさ、例えば、悪空間魔王。かぼちゃ置き場と魔王城だ。かぼちゃ置き場を連打しないといけないかな、この子は。200って大変だな。で、あと、お城 100? この子連れてくんの大変だぞ、これ。とか、まあ、この、いろいろな要素のポイントを達成しなければならない。まあ、ただ、これ、建物を建てるだけじゃなくて、アイテムをあげたり、勇者たちにね、プレゼントをしてこういった要素を達成することもできるので、まあ、ちょっくらいろいろプレゼントあげてみて、どれで何が上がるのかっていうのを確認しつつ、ちょっとここら辺達成していきましょうかね。さーて、大量に冒険者にプレゼントをあげたことにより人気がべらぼうに上がっておりますが、何人かね条件を達成したんで、これは違うかな、過去新しいキャラかな、騎士の夢見リボン、新しいキャラクターっぽいな。あ、これは武器でわかるな。この武器持ってたら今までのところから来てくれた方、人だね。ってことは今のやつにもプレゼントあげるか。どんどん新しい人が来るぞ。どんどこ新しい人が来る。ちょっと待って。プレゼントあげさせろ。プレゼントあげさせてくれ。頼む。その隙をくれ、私に。よし。で、今新しく来た人にもプレゼントをあげていきましょう。さらに、いろいろ必要なので、お城を、魔王城を連打していきます。いや、お金がない！魔王城を連打するためにお金がない。ちょっといろいろ売って、ちょっとお金工面するか。お、怪しい魔女。あー、これはあれだな。住人だな。よしよしよし。
ちょっとずつこうやってね。で、これで魔王城が今5個建ててるんで、この魔王城5個建てることによってまた条件を満たす人が出てくるはず。デビルレディ、これは仲間キャラクターか。デビルレディ、職業が書いてないから多分ただの住人だな。なるほど、いろんな人が来るようになりましたね。で、馬車発着場とかも建てますかね。前の町からぶち壊してきたやつとかがあるんで、したら馬車発着場と気球だね。あと気球発着場も建てておきましょう。アンデリーナゼリーアンデリーナゼリーさん来ましたね。で、魔王城がどんな街だこれ。本当に魔王城がこんなにある街やばすぎるだろ。よう来るな、ほんまに。ここの村に街中に魔王城あんねんで。だって何と戦うために。もうむしろここが最終攻略マップちゃうんか、そんな気しますが。で、今どういう状況になってるかっていうとなんだけど、待って、もうどん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 町の人気上がっていくから、もうちょっとわけわからんくなってるけど、ワールドマップから周辺順位、上3つ行けた。あとはサダハール、あと悪空間魔王、魔界っていうのが足りないんだな。ギャンブラーがいっぱい必要か。魔界をクリアするの大変だな。スケルトンは、あ、やっぱ魔界ね。だいたいドイツもこいつも魔界が必要だっつってんの。文化は割といけそうだな。観光ババ。塔。闇の小人。ドイツもこいつも魔界必要だっつってんな。ギャンブラーの職業を増やさないといけないかもしれんな。これ以上魔王城増やすスペースもないしな。新しく占い屋とかお化け屋敷っていうのが建てられるようになりましたね。これでまたなんか条件が達成できる可能性があるな。とりあえず建ててどんな要素が増えるのか。何がしか増えそうだよね。で、建てといて、ドスコイ太郎ももはやただの雑魚よ。で、建てたら、建ち終わったら今度ワールドマップのまた条件を見て、これらが何かの要素にプラスになっているのかどうか、ワールドマップ見て、魔界、あ、お化けの木っていうのがプラス5点にはなってるわけか。なるほど。他が結構まだまだ厳しいな。魔界がやっぱ結構厳しい。自然、冒険、宿や連打とかしなきゃいけないかな。文化、ここはファッションショーはとりあえず連打すればいい。乗り物、ま、塔、ここら辺だな。ちょっと次のマップの拡張ができたら必要な何かを連打して一気に需要を満たしていこうかなと思います。そういえばもうレベルが99になって上がらなくなっちゃったから、なんか別の職業に転職しますか。ギャンブラー、あ、カイロくんっていうのがね、そういえば出てるんですよ。まあいつも通りの、これ最強、多分最強キャラクター、せっかくだからカイロくんなっとくか。やったぜー、カイロくんになりました。あと主要な、もうレベルが上がりきっ、もうだいぶ上がってるやつらギャンブラーとかにするか。せやな、だいぶ弱くなっちゃうけど、ちょ、ギャンブラーがこの街に必要なんだ今。君たちはギャンブラーになってくれたまえ。レベルがもうカンストしてるような人はちょっとギャンブラー、全員ギャンブラーになってくれ、頼む。住民が増えたことによって宿屋が足りないので宿屋を増やそう。2軒だと今満帆になっちゃってるわ。宿屋、最終的にはもうちょっとあってもいい気はしますが、とりあえず4軒あればしばらくは持つはず。あと町ガイド検定っていうのもいろいろあるんだよね。ほら、もうたまには検定とか、
これ全部やるのはね、ほんと大変なんだよね。ここら辺もいける。危険がいっぱい。よしよし。危険がいっぱい。で、あとはギャンブル道。ギャンブル道もいける。いいじゃない?で、あと、お化けハンター。お化けハンター。結構いけるな。あとはまだダメかな。あ、あるね。呪われた町検定。やばそう。呪われた町検定とか受けたくないけどな。あとなんかあるかい?他、お、ラスダン前の町検定。やった。ラスダン前の町検定。やったー。こんなとこかなー。まあ、他の側にもいろいろ、ドラゴンランドとか。ドラゴンってなんだ?あー、なるほどね。モンスターの仲間をいっぱい入れなきゃダメってことかな。さーて、ようやく次のボスか。T レッツペーパー。10年ぶりに魔界に雨が降るそうです。実は何を隠そう、私。コストカットのために包帯をトイレットペーパーにマイナーチェンジしておりますので、濡れてら溶けてしまうやろ。お前らも巻き巻きにして同じ目に合わせてやる。溶けたらどうなるんですか?したらば、次のボス行きましょうか。二段階目がどれぐらい強いかだよな。まあ、最強のルジクニが入ればそんなに脅威ではないと思いたいが、ボス戦はここだね。さーて、はよ。始まりました。さ、終わったかと思ったけど、探検ね。はいはいはい。で、どう?あー、楽勝だった。そらそうだー。それは最強、うちの最強冒険者だったからな。そらそうなるよ。さーて、町の拡張2がようやくできるようになった。どれぐらい広くなるかね、これ。おー、また広くなったな、これ。したら、このワールドマップのこれらが条件満たせるような建物をガンガン建てていきましょうか。まあ、例えば、悪空間魔王だと、お化けの木を連打すれば多分なんとかなる気がする。じゃあまずお化けの木を連打しましょうか。さて、ここにこれだけのお化けの木を連打しました。お、町街道限定もなんかをクリアしたな。これテーマパークタウン。なぜなぜテーマパークになったお化けの木をこんなに連打しただけなのに。で、多分、条件達成した、まだなの?いや、達成してる、達成してる。よしよし。OK、達成。二人達成しましたね。で、あとは、冒険小僧っていうのが冒険。宿屋の連打と、自然って何だったかな?なんか木植えたらいい気がすんな。まあ、とりあえずね、新しい人が二人出てきたら、もうこれいらないんで、これぶち壊して、新しいのをね。次の要望を満たすための何かを立てていきたいと思う。お、来た!悪空間魔王。さーて、悪魔の悪空間魔王。こりゃ強そうだなぁ。さーて、条件達成した二人はゲットできたので、悪空間魔王。お金が足りなくてプレゼントできてないんだよなぁ。まあ、とりあえず、新しく入った、一本ぐらいなら武器プレゼントできるかな?うむ。プレゼントしたろう。レアキャラっぽいからな。悪空間魔王。さーて、悪空間魔王が、この街に住みたいと言ってくれたので家を建てますか。まあ、豪華な家とかでいいんじゃない?魔王ちゃん。あと、いろいろ、これ前回済ませたはずなんですけど、またお金くれ言うてる子たちがいますけど、お金くれ言うてる子たちは、済ませちゃいますか。うん。とりあえず3人。魔王が家に住むことによって何がもらえるようになるのかが気になるとこですね。多分最終キャラだと思うんだよな、これ。さーて、何をくれる?お礼にこちらを。何?どれ?かぼちゃ頭?なんだそれ。強いんか?防具でしょ、多分。弱いんかい。弱いんかい?なんやそれ。
したらはじゃあこれ撤去して次の条件を満たしに行きたいところなんだけど、じゃあ次は冒険小僧は宿屋と自然ね。 OK 宿屋と自然。さーて宿屋と木をいっぱい建てたのでこれで条件満たしたんじゃない。自然がまだ足りんのか。なるほど。ちなみに観光馬場は塔と乗り物ね。塔と乗り物。乗り物はそういえばさっき新しいのを手に入れてたな。飛行船発着場なるものを手に入れてる。これも立てて、したらば樫の木をもうちょい連打しないとダメか。こういう感じなんですよね。他のマップでも同じようなことやってきたんだけど、ひたすらこう同じ建物を連打することで条件を満たす。普通に綺麗に景観作ろうと思ったらね、無理なんだよ。これ条件達成できないんだよな。いや、これでどうだい？よし、達成したな。ってことは、あと観光ばあさんの塔。ヤギの塔を連打ですね。はい、わかりました。ヤギの塔ね。ヤギの塔あるよ、ヤギの塔。いっぱい建てたろうな、ヤギの塔な。ヤギの塔が好きなんじゃろ？ということで、もうこういう感じでね、とりあえず連打しておけば、連打しておけばおばあちゃん来てくれる。これでどうだ？これで条件満たしたかい、おばあちゃん。オッケー！満たしすぎ。ということなので、これで周辺住人が全員、条件を満たしたことになるかな。冒険小僧、よしよしよし。オッケーオッケー。で、あと、おばあさんも来るはず。来るはず。あと、街が広がったから、宿屋をもう少し出入り口側に動かした方がいいな。よし、観光おばあさん来た。よーし。これで全員の条件が満たせたね。オッケーオッケー。さーて、次のボスか。黙々おじさん。こんにちは。ある日突然通電してしまって困っています。しかしあなたたちが来てくれてよかった。すべてあなたたちに放電して差し上げましょう。さーて、黙々おじさんね。どんぐらい強いんだ？このメンツでやれるかな？まあ、レベル高い勇者もいるし、なんとかなるかな。余裕でクリアできそうです、言うとるわ。さーて、黙々おじさんとついでに、怪しい森の探検も済ませましょうか。さて、黙々おじさん、実力やいかに。どこだ、場所。あった、これか。まあ、多分大丈夫だと思うんだけどね、まだ。まだ3匹目でしょ？結構ね、最後はね、ボス結構危うかったりするところではあるんだが。いや、即死。こっちが即死。いや、まだ育ってないキャラクターだったと思うんだよな、今のはな。さて、魔王さん。魔王様頑張って。闇魔法、うわぁ。いや、これは厳しいな。いや、魔王様やられた。頑張れ、勇者頑張れ。え、強くね？もしかしてだけど強くねえか、これ。あんなにレベルが高い冒険者が大量にいるのに、これはまずいかもしらん。まずい、可能性ありけり。あ、ダメかも？水曜、マジかよ。ちょ待って。黙々おじさん、メンバー追加しよう。ちょ、行ったってお願い。頼む。で、ついでにこれも処理しておこう。いやー、マジかよ。もうこの時点で、そんじょそこらの冒険者では倒せないか。頼む、ルジクニ行ったったくれ。いけー。いや、ルジクニが加わっても、じりじりとしか削れない。いやー、なんとかなった。育ってるキャラいないとどうにもならんな、これ。ふぅ。さーて、さらに次のボス、ハロウィン男爵。
アンプキンから商品を購入しているようだね。僕たちカボチャ同士昔から仲良しなんだよ。よかったら彼の仕入れルートを教えてよ。そして潰す手伝いをしてくれないかな。そっちからいい商品を回してくれるんならやぶさかではないが。さーて、まあこんだけいりゃ余裕でしょ。ゴーゴー。さーて、場所はどこかな。ここか。さあ、で、ボス戦だ。どんぐらいやるかだな、このボスが。あー、やっぱ強いな。全然ヒットポイント削れないじゃん、これ。うわー、早速一人やられた。早く来てくれる、軸に。君だけが頼りだ、早く来てくれ。よし、来た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 。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、そう、え、この人数で戦ってんだよ、これ。とんでもない人数で戦ってるぞ、これ。いや、倒せる、倒せる、倒せる。さすがにこれだけいりゃ倒せる。数の暴力よ。参加してくれた人よりも、応援に駆けつけてくれた人の方が多そうだったな。ふぅ。さーて、次。ネギマスキー。はははネギマ持っとる。ネギマ美味しいよな。うまい焼き鳥を探して早5年、ようやくこの一本にたどり着きました。もったいなくて食べれません。腐ってるんちゃうか。私の大事な焼き鳥は渡しませんよ。別にいらんって。もうそれだいぶ傷んでるんちゃうか、そのネギマ。さーて、いや、このメンツ厳しいんじゃないか。藤君にも言ったれ。よし、とりあえずこれでいこう。さーて、場所はどこだい？場所はどこなんだい？あ、だった、ここが。さーて、いや、やっぱ強いな。うわー、勇者が負けてる。カイロくんのルジクに早よ。いや、結構ボコボコにやられてますよ。え、これ全員やられてる？まさか。まさかとは思うけども。マジ？そんな強いの？それは聞いてない。早く。早くその他もろもろの冒険者、早く応援に来てくれ。いや、強いな、さすがに。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。復活魔法とかいっぱい唱えて、頑張れ、頑張れ。数の暴力で押すんだ。いいぞいいぞいいぞ。もうちょい、1万3000とかでダメージが今飛んできてたわ。はよ、応援はよ。もうちょい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 。頑張れ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 。倒せる、よーし。割とギリギリだったが、まあなんとかなったな。ふぅ、やってやったぜ。これラスボスか？ 1 万くれるパターンは大体ラスボスなんだけど、これがラスボスだとしたら、ここでのクリア発表みたいなのがある感じなんだが、一応まだね、あれなんですよね、ランク星5になってないんですよね。クエストクリアの数が足りてない。あと20クリアぐらい必要。今のがラスボスじゃない感じかな、これ。一周待ってみて発表があるかどうかだね。あ、特にないね。今のがラスボスじゃないんだな、やっぱり。なるほど。したらばもうちょいクエストクリア頑張りますか。さーて、ダークネス聖一。こいつが最後の真のラスボスかな。まさかこんなところまでやってくれた。想像以上の力を持っていたと認めざるを得ないようだ。しかし私も手をこまねいて待っていたわけではない。ずっと徹夜で寝て待ってたんだ。徹夜なのか寝てたのかどっちなんだい。睡眠学習で手に入れた新しい力でコパみじんにしてくれ。寝てたんやないかい。さーて、こいつが真のラスボスかもしらんな。出陣じゃー。追加して。いやー、どうしようかな。まあ、とりあえずこれで行ってみるか。まあ、なんとかなるじゃろて。さて、ここやんな。何人ぐらい、周りからこう応援がどれだけ駆けつけてくれるかによるんだよな、割と。
でっかーでっかーそれ。さーて、どれぐらいヒットポイント削れるかだな。いや、攻撃やっぱりえぐい。食らうとワンパン感あるな。頑張れ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 。いや、全然削れてないけど。早く他の冒険者、そんな周りの雑魚はいいから、この大ボスに加勢してくれ、早く。今すぐ大ボスに加勢するんだ。周りの雑魚はいい、もうもはや。いや、結構やられてんな。結構やられてるけど、いや、数の暴力で意外と押せそう。押せそうな雰囲気はある。いけるか？これいけんのか？いや、長期戦だな、おい。食らってるダメージモーションかわいいな。両手を上げてて。時間さえかければ倒せそうな感じはあるな、これ。他の冒険者、はよ。はよ、応援に駆けつけてくれ。もう下の方は下の方で一生懸命戦ってるけど。やばいな、これ。めっちゃ時間かかってるやん。これまずいよ。ちょっと待って。これメンバー追加。ちょっと待って。もう、しょうもない奴ら外して、しょうもない奴ら外してだな。ガチ勢連れていかんとこれあかん。ガチ勢ってじゃあ誰なんですかって言うと、ボーリーハッター、友脇、あとは折り紙、で、あとは、注ぎ込んでるキャラがいるんで、ちょっと待って、ガッテム父山、注ぎ込んでるキャラは誰かっちゅうと、妖精さん可愛いなと思って、妖精さんにアイテムね、こう、ティンクル花園とかね、あとは聖川アリア、あと誰がいいかな、パティヒコ。いや、とりあえずこれでいこう。他のメンツ、はよ。他のメンツ、はよ、来てくれ。よしよし。よしよし。回復魔法とか、いろいろやってくれ。回復魔法薬を入れれば、割となんとかなりそうな気はする。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。これだけの人員が揃えば、なんとかなるだろう、これ。よし、いいぞ。もう半分まで来た。頑張れ、頑張れ、頑張れ。こんだけのフルメンバー総動員しても、さすがに強い。さすが、ここまで育成してきたメンバーでも、そう簡単には勝てない、さすが。これが本当にラスボ、クエスト3ヶ月戦ってんの？継続するよ。3ヶ月も戦ったの？すげえな。さすがだな。ラスボスだけあるわ。ラスボスかどうかわからんけど。3ヶ月戦ってるって相当だぞ、それ。もうちょい、もうちょい。あと2割、1割。もっと応援に来てくれ、他のメンバー。モンスターの集団とかへ、ほっといていい。ほっといていい、ほっといていい。もう新種モンスターとかもえ、こいつさえ倒せればええんじゃ。こいつさえ倒せれば。なんとかなれ、なんとかなれなれ。もう一息だぞ、もう一息。回復薬結構積んできてるから、いやー、倒れずに多分なんとかなってると思うんだよね。倒れてもすぐ復活してくれてる。きたー！経験値戦、うんま。私を、もうよく頑張りました。自分で自分を褒めてあげたい、ぐすん。ほな、また会う日まで、アディオース！やったー。ふぅー。2万。もうちょっとくれてもいいんだけどな、正直な。お、ダイヤポイント嬉しいね。やっぱりこいつがラスボスだったんか。ははー。いやー。ハイスコアを更新しました。やったぜ。これで多分、終わりなんだよね、このゲーム。やりきったっていうことだと思うんだよね、多分ね。したらば、ここでエンディングエピローグトーク入ってもいいかなと思うんですけれども、まだね、レベル5に
なってない、ランクがね、レベル5になってないので、ちょっとせめてそこまではやりましょうか。ランクアップまで、あと9クエストクリアしたらいける。ということで、9個のクエストをクリアしていこう。ようやく来たー。星5ランクアップ。ようやく来たよ。さーて、これでなんかあるかな？多分何もなさそうではあるが、星5のランクアップしたことによって、もう完全にやることがなくなったな、これ。もう。さーて、ランク5になったら、購入できる施設やイベント言うてもなー。いや、魔王城くれるんかい。今更いらんって、もう6件も経ってるから。なんか新しいものあるの？施設特にないんかい。ということで、建造物中途半端なところではございますが、ランク5、そしてラスボスも撃破ということで、まあやりきりましたね、このゲームね。最終的には冒険者はこのような形で、まあ、様々なね、職業になりましたが、ステータス的にはもう、なんだこのステータスはというような形ですね。もう仲間キャラも81名の冒険者が街を訪れております。いや、とんでもないことですよ。で、レベル99にカンストしたキャラクターも何人かいて、結構ね、転職させたりしてるんですけれども。いやー。いや、だいぶやりましたね。でも街の外もさ、もう、そこかしこに冒険者とモンスターが戦っているという状況で、ズダダダダダっていう音がね、もううるさくてしょうがないわ、これ。で、敵も結構強くて、もうあんまりね、倒せなくいい感じになってきてますね、これね。火力が足りんという状況ですね。全員を均等に上げるのはやっぱ厳しいんで、一点突破で育成してきたのは割と悪くない選択肢だったんではないだろうかというところでございますね。はい。いやー、楽しめました。ちなみに今回、最終回として収録しておりますけれども、今回の収録時間、なんと、3時間となっております。3時間を編集して、一体何分になっているのか、というところではございますけれども、まあ、今回でね、冒険ダンジョン村2、最終回とね、させていただこうかなと思っております。いやー、楽しめました。様々な冒険者、様々な育成要素、街の要素とかね、まあ、様々ありましたが、だいぶ端折ってしまっている部分ありますのでね、ぜひね、まあ、皆様ご自身で、いろいろな街運営楽しんでみてはいかがでしょうか。というところで今回この辺にしておきたいなと思っております。少しでもね、楽しんでいただけた方はぜひとも高評価していっていただけると幸いでございます。また私の次の実況でお会いできることを楽しみにしております。お疲れ様でした。またねー。